リゴレット、リゴレット、言語曲名、リゴレットは、ジュゼッペ・ベルディが作曲した前三幕からなるオペラである。1851年、ベネツィア・フェニーチェザで初演された。ベルディ中期の傑作とされる。ベルディは、ベネツィアのフェニーチェザのために新作オペラを作曲するという契約を1850年4月に、同劇場と結んだ。初演は、 翌年1851年のカーニバルの時期とされたので、残された期日はほぼ10ヶ月。当時の一般的なオペラ作曲システムに従い、彼のパートナーとなるのは、依頼主、フェニーチェザの雑記台本作家フランチェスコ・マリア・ピアーベで、ある。当初、ベルィもピアーベも、新作の題材に関して、特定の目論みがあったわけではなく、大デュマの金ケアン 1836年なども、候補として真剣に検討がなされたようだが、同月28日のベルディハツ・ピアーベアての書簡で、彼は初めて、ビクトル・ユーゴを作、レ・ロワ・エス・ア・ミューズに言及し、ピアーベに即座に劇曲を入手し、同時に、死当局の有力者に、オペラ化に問題がないかどうか打診するように、指令している。ベルディは、同銀曲の主人公である同化しトリブレを、 すべての劇場、すべての時代が望みうる、最高の登場人物とまで高く評価していた。ベルディが、王が楽しむに問題がないかどうかの感触を探れ、とピアーベに命令したのには、理由があった。この儀曲は1832年11月22日、パリのフランセ座で初演されたのだが、皇の票が渦巻く中、早くも翌日には上演禁止となった。フランス国王。 フランスは一世の尽くした協楽と、それに対する貴族サンバリエの呪い、そしてその呪いは、フグで毒舌の道化し取りぶれとその娘に降りかかる、という内容は7月王政下のフランスにとってあまりに衝撃的すぎたのだた。パリでの再演は1882年になるよう約、可能となる。当時フランスでは出版の自由は保障されていたから、融合のこの議曲も、 上演禁止の経緯と、それに対する抗議文を全文として挿入して、出版はなされ、オーストリア帝国統治下のベネツィアでもそれは入手可能だったが、現段階で上演禁止リストに載っている議局がオペにできるだろうか、とのベルディの懸念は、最もなものだった。この段階ではピアーベは有力者の誰かから何らかの交換色を得たものと見え、 1850年6月には二人は、戯曲を、どのようにオペラ化していくかの相談を行っている。ベルディの希望は、ユーゴーの原作にできるだけ、忠実に従うというもので、ピアーベはその通りに作業を進めている。ただし彼らも、王は楽しむという刺激的な題名は許可されないろうと、考えていたようで、タイトルは、サンバリエのノロイラモレディセヨネディセイントピリエ。 あるいはもっと単純に、呪いが有力候補となり、主人公の道家師は、原作でのトリブレのイタリア語、トリボレットとなっていた。ところが8月になり、ちょうどベルディがピアーベを、ブッセイトの自宅に招いて、集中作業を行っている頃にゼントニアン軍が、立ち込めてきた。フェニーチェザの支配人マルザー・リが、呪いに関する懸念を知らせてきたのだ。この時ベルディはピアーベをすぐに、 ベネツィアに返し、政治工作を続けるよう指示している。11月にはいよいよ市の公安当局が、台本のコピーを提出すべし、との公式要請を行ってきた。10月に、ほぼ完成していた台本のコピーはすぐに当局に送付されたが、上演許可証は発行されなかった。それどころか12月には、ベネツィア総督は公式の上演禁止通達を発行。 呪いのこのままの形での上演の可能性は完全に費えた。ピアーベは国王フランソワは一世をその時代の単なる一貴族に変更するトゥリボレットをフグシャとしないなどいくつかの改変を施した別行バンドーム公爵エレデューカ・ディバドムを作成。それがベネツヤアの検閲当局を満足させることを確認のウェブ生徒のベルディに送付した。しかし今度はベルディが納得しなかった。 彼は、公職な君主が奉仕の限りを尽くすこと、同化しに醜悪な外見と誇り高い内面の二面性があることに価値を見出していたからである。ベルディの返答を受けて、ピアーベ、マルザー・リラは改めて勢力的に当局と折衝し、物語の場所と時代を変更することを、唯一の許可条件とすまでの情報を引き出した。このようにして、1850年12月30日、 ベルディ、ピアーベとフェニーチェザは改編についての覚書に署名した。その内容は以下の6項目である。ベルディはこの覚書の条件に従って必要な改編を進めた。作曲はかなり進捗していたこともあり、主人公トゥリーボレットは、それとよく似た語感のリゴレットに変更された、この名前の書室は1851年1月14日のベルディの書簡である。 ベルディは1851年2月19日、ブッセイトの自宅からベネツィアに到着、稽古の合間を縫っていくつかのオーケストレーションの仕上げがなされ、3月11日の初演を迎えた。そしてそれは少なくとも20回の再演を伴う大成功だった。全3幕。演出によっては場所が異なる2羽に分かれている。 1> 第一幕をそれぞれ独立した幕に分け、四幕仕立てで上演される場合もある。アルテューロ・トスカニーニなどのライブ版で、歌劇、リゴレット第四幕などと表記してあるのは、それに由来する表記であり、本来は三幕仕立てのオペラとはいえ間違いとは言い,い、切ない。時と場所、16世紀、マントは、2分程度の短い曲だが、冒頭の調べは、 現七の和音と共に必要に繰り返される。オペラが進行するにつれ、このモチーフは、モンテローネ伯爵の呪いを表すことが、明らかになってくる。第一話、幕が開くと公爵邸の大広間。舞踏会が催され、舞台裏のバンドが、賑やかに音楽を奏でている。マントバ公爵は最近日曜日の度に、教会で見かける、美しく赤い娘のことが気にな、いるが、 まずは、チェプラーの伯爵夫人を、今夜の獲物と定め、次から次へと女性を手玉に取る楽しみを警戒な、バルダータ、あれかこれか、クエスタオークエラに歌う。やがて伯爵夫人が現れ、公爵は、言葉巧みに口説き落とし別室へと連れて行く。夫人の行方を探し歩く、チェプラーの伯爵はリゴレットによって、笑い物にされる。一方、リゴレットの娘、 ジルダの存在を嗅ぎつけ、それが、セムシ男、リゴレットの丈夫だと勘違いした精神たちは、噂話を続けている。そこへ、老人モンテローネ伯爵が、実の娘チェプラーの伯爵夫人の名誉が、傷つけられたとして、抗議に現れる。リゴレットは彼もまた嘲笑の的にしようとするが、モンテローネは、公爵とリゴレットに、痛烈な呪いの言葉をかけ、 リゴレットは内心恐怖に打ち震える。第二話、家路へ急ぐリゴレットだが、モンテローネの呪いはその念頭を去らない。殺し屋、スパラフチーレが現れ、美しい妹が相手を誘い出し、自分が刺し殺す。半分は、善金でいただき、残金は殺してからと自分の殺し屋環境を説明するが、リゴレットは、今は、用はないと彼を立ち去らせる。リゴレットは、 俺はこの下で人を殺し、奴は探検で殺すと、モノローグ、二人は同じパリシアも、を歌う。帰宅したリゴレットを美しい娘ジルダが迎える。彼女は、父親の蘇生、亡くなったと聞かされている母親はどんな女性だったかなどをやつぎ早に、リゴレットに尋ねるが、ジルダにだけは、世間の醜さを見せたくないと考えるリゴレットは、教会に行く以外は外出するなと言明して去る。 リゴレットと入れ替わりに公爵が現れる。教会で見かけた娘は、このジルダだったのだ。彼は、自分は、貧しい学生と、名乗り熱烈な愛情を告白する。はじめは驚くジルダだったが、うぶな彼女は百戦電話の公爵の十作の前には、無力、生まれて、初めての恋愛感情に当然とする。愛情を確かめ合う二重章の御公爵は去る。一人残るジルダは、 公爵のこしらえた偽名、クアルティエルマルで追い通しみ、アリア、下は指揮漁名カーロのみを歌う。この時、リゴレット宅の周りには帝臣たちが集結していた。彼らはジールダをリゴレットの上夫と思い込んでおり、彼女を誘拐して公爵に検定すれば、リゴレットに格好の復讐になると考えてた。リゴレットもそこに戻ってくるが、帝臣たちは今から、 ジェプラーの伯爵夫人を誘拐するとリゴレットを騙し、言葉巧みにリゴレットに目隠しをしてしまう。彼が目隠しを取った時は、すでに遅く、ジルダは誘拐されてしまう。リゴレットは、自分にモンテローネの呪いが降りかかった、と恐れをののく。ジルダが行方不明になったとの方は公爵にも伝わり、いつもは単に公職な彼も、珍しく首相にもその身を案じるアリア。 あの娘の涙が見えるようだパーミベダーレラグライムを歌う。しかし、帝神たちが若い娘を誘拐し、殿下の寝室に待たせております。と自慢話を始めると、それがジルガであると、悟りウキウキと寝室に去る。入れ替わりに、リゴレット登場。同家話で態度を取り繕いながら、娘の所在を探し回る。公爵夫人の故障と帝神たちの会話を小耳に挟み、 ジルダが公爵と共に寝室にいると確信したリゴレットは、娘の返還を訴える劇的なアリア、悪魔め、鬼ニメコルタジョニー、ビルロゼダンナタを歌う。ジルダが寝室を飛び出してきてリゴレットと再会する。彼女は、貧しい学生と名乗る男には、教会で初めて出会ったこと、裏切られたと知った今でも、彼への愛情は変わらないことを父親に切々と訴える。 一方、リゴレットは、モンテローネに代わって、自分こそが、公爵に復讐するのだと天に誓う。民著家藩のいかがわしい居酒屋兼で予中には、スパラフチ入れと、騎兵士官の身なりをした、公爵、外には、リゴレットとジルダ。公爵に対する未練を捨てきれないジルダに、リゴレットは、では真実を見るのだと、壁穴から中を覗かせる。公爵は、女は皆、 気まぐれ、と、有名なカンツオーネ。女は気まぐれ。女心を歌らどんなモバイルを歌う。スパラフチーレの妹マッタレーナが現れ、公爵の気を引く。マッタレーナを口説く公爵。色目を使ってその気にさせる。マッタレーナ、外から覗いて嘆き悲しむジルが、娘の名誉のため改めて復讐を誓うリゴリットの4人が、これも有名なヨエショー美しい愛らしい娘よベラフェリアでラモーレを。 繰り広げる。リゴレットは娘に、この町を去り、ベローラに向けて出発せよと命令する。残ったリゴレットは、スパラフチ入れに、公爵を殺し死体を自分に渡すことを依頼し、全金の金貨十枚を渡し去る。酔った公爵は鼻歌を歌いつつ、居酒屋の二階で寝込んでしまう。外は嵐。公爵に惚れたマッタレーナは兄に、命だけは助けてやってくれと願う。それは、 殺し屋の衝動徳に反すると、反対していた兄も妹の願いに不祥不祥を従い、真夜中の鐘が鳴るまでに他人がこの居酒屋を訪れたら、その者を身代わりに殺すことに決定する。ベローナ行きの旅装に身を包んだジルダは公爵を、諦めきれず再び登場。二人の会話を聞き、自分がその身代わりとなることを決断する。嵐が一段と激しくなる中、 ジルダはついに意を決して居酒屋のドアを叩き、中に招き入れられる。嵐が次第に沈まる頃リゴレットが戻ってきて、残金と引き換えに、下入りの布袋を受け取る。民著川に投げ入れようとするとき、マッダレーナとの楽しい人よを置いた公爵が、舞台裏の、女は気まぐれ、女心の歌を歌いながら去るのを聞きリゴレットは、驚く。慌てて袋を開けるとそこには、虫の息のジルダ。 彼女は、父の言いつけに背いたことを詫びつつ、愛する、男の身代わりになり、天に召される幸福を歌って生きエる。残されたリゴレットは、ああ、あの呪いだ。と叫んで、まく。ラドンナモバイルラドンナモバイルクワルピウマ、アルベント、ムタディアクセント、イーディペンシエロ。センプレウンアマービレ、レイジョットロビソ、インピアントオーインリソ、メンザグニーロ。 ゼンプレミセロカイエーレイエスフィダ、カイルカンファイダ、マルカウトイルコア、プールマイノンセンテシフェリーチャアッピエノカイスケル、セノ、ノンディーバーモーレ。女は気まぐれ女は、気まぐれまるで羽風の中の小色が変わるそして心も。いつも愛らしい可憐なお顔泣いたり笑ったり嘘で、できてる。いつも哀れだ女を信じたり打ち明けたり、不注意不要人。 なのに気づかずに幸せでいっぱいあのお父から愛は飲めない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。